前節今季最多3得点で元気を取り戻した17位の愛媛。一方福岡は5試合ぶりにプレーオフ圏外の7位。優勝のためには引き分けも許されません。2018明治安田生命 J2 リーグ第34節、愛媛 FC とアビスパ福岡の試合をこれからお楽しみいただきます。では愛媛のスターティングメンバーのフォーメーション確認しておきましょう。一方の福岡も確認しておきましょう。おっしゃるようにしました。まだドゥドゥはちょっと触れてませんか。この5分間一度も触ってないですよね、はい、福岡としてはもったいないですね、はい、この形です。神谷が行きます。右に吉田、スペースを取りながら神谷が右に逃げてシュート。枠の外、ワンタッチあったかアピールしていますが、いやですが神谷はいいシュートを打ちます。もう4対4になってきて、ドゥドゥがかわしてシュート、シュートブロック。ああよくシュートブロック入ったのは安藤でしょうか。安藤ですね。愛媛は早いカウンターにしたいんですが、吉田が行きます。吉田は3対2、右に近藤、こぼれた、かわしてシュート、リフレクション、押し込めるか、うん、ポストに助かった。愛媛の決定機、ポストに助けられました福岡です。近藤いいシュート でしたけどね、安藤、あ、いいパス、神谷が抜けて吉田が右に流れる、近藤も近づく、クロス、グラウンダー、さあ大外、左足、愛媛が先制。またやった小池、2試合連続弾、落ち着いて左足で決めました。愛媛に来て2点目のゴールは綺麗な左足、小池純喜。なんと強豪の福岡に対して前半終了間際、愛媛が先制しました。和子から鈴木、右に駒野が大きなスペースで待っていました。余裕を持ってトラップができます。コントロールしていいクロスだ。石津の同点ヘッド、完璧なクロス、そして完璧なヘディングシュート、が同点弾をぶち込みました。福岡が1対1に追いつきます。駒野の右足のクロスの精度、これもまたすごいですね、はい、思わずうなってしまう精度です。素晴らしいクロスですね。さあ同点に追いつきました福岡です。もう一度、神谷が慎重にドリブルをします。近藤に渡した、駆け抜けていくのは小暮、左に神谷、神谷を選ぶ、シュート、神谷が決めた、突き放す一発。福岡の分厚い壁を神谷のシュートが突き破りました。いやこれは貴重な1点。近藤のパスすごくいいタイミングでしたね。神谷のシュートも素晴らしい、はい。西岡よく読んでいました。さあ近藤です。スピードがあって前にスペースもある。左にまた神谷、また神谷が来る、よく止めた、こぼれて、まだプレーオン。ファールは愛媛のファールを取ったようです。今度は神谷が痛みました、左足です。福岡の杉山もナイスシュートストップですね、はい。鈴木、ここうまいパス、ドゥドゥ、ドゥドゥ来た、また追いつきました。今度はドゥドゥです。今のクロスも良かったですし、ドゥドゥのシュートまでがやはり早いですよね。今日も打ち合いを演じています福岡。今度はドゥドゥ、鈴木のクロスですよね、石塚が早いんですよね、はい。さすが福岡です。
今日にかける思いが相当伝わってきます。ドゥドゥがいます。今日も仕事をしました。ドゥドゥ、これでドゥドゥはシーズン9点目を取りました。山瀬から石津、右足、いや助かった愛媛、決定機を作りました。石津のすごいシュートですね。愛媛は辛抱の時間です。87分台に来ました。吉本から起点はこの鈴木からです。石津がフォロー、もう一度鈴木、あ中が空いていますが、その中行きました。ドゥドゥの逆転ゴール、ドゥドゥが逆転ゴールを決めます。今日2点目、終了間際に逆転に成功した福岡、昇格への意地、3対2とします。西岡、長めのボールで前線まで小池がいます。これがラストプレーになりそう。福岡のボールになったところで試合が終わります。4試合ぶり逆転勝利、勝ったのは3対2アビスパ福岡。 J1 昇格への意地を見せた大きな勝ち点3です。